バロットン、ガノ、五人の画家、描かれているのバロットン、ボナール、ビューヤール、シャルルコッテ、ルーセル・ケルグザビエ・ルーセルは、フランスの画家である。ナビ派の画家の一人である。ドイツとの国境に近いモゼル圏のローリー、LAS エエ・メツに、医師の息子として生まれた。1870年に、不屈戦争が始まると、プロイセンがモゼルを併合する前に家族とパリに移った。1880年に、 両親は離婚し、父親と暮らした。父親の住まいには、画家や作家が訪れていて、ルーセルが画家になることを父親も喜んだ。パリの名門高校、リセ・コンドルセで学び、この学校で後に、ナビ派の画家として活動するエドアール・ビューヤールや、モーリス・ドに有名な俳優で演出家となったルネポート友人になった。ルーセルは後に、ビューヤールの妹と結婚する。 1885年にリオジェーヌ・マイヤールの画塾に入り、1888年にパリの国立高等美術学校に入学した。1889年に私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンに入学した。アカデミー・ジュリアンの学生を中心にナビ派は形成されることになる。ルーセルとビュー・イアールはピエール・ボナールと友人になった。1891年に ナビ派の展覧会が開かれた。1893年に高級な雑誌、ラレビュー・ブランシュにルーセル、ビューヤール、ボナール、ドニ、ポール・ランソンが紹介された。この年結婚した。友人の演出家、リュネ・ポーが設立した、劇団、テアトル・デ・エルベラの舞台美術の仕事を、ボナール、ビューヤール、ポール・セルジエラとした。 1894年から1904年の間、ベルギーの美術団体、自由美学の展覧会やパリのアンデパン団店ンに出展した。1898年に、ビュイアールラとハンガ州を出版した。1899年に、パリを離れ、イブリーヌ県のエイタングラビルに移った。1906年にドニと地中海沿岸を旅した。エクスアンプロバンスに、ポール・セザンヌを訪ね。 サントロペにポールシニャックを訪ね、サンクレールにアンリエドモンクロスを訪ねた。1908年に短期間、乱戦の設立した美術学校で教師を務めた。その後もいくつかの装飾画の仕事もした。ありがとうございます。